めちゃくちゃですよ。あんな荒唐無稽な弁護聞いたことありません。じゃあ勝てるんだね。もちろんです。まあ捻挫の治療費20万ぐらいで手を打つことになるでしょう。なんて頼もしいんでしょう。おととし大阪シンフォニー楽団のクラシックコンサートにおいてヤジを飛ばした観客が強制退去されています。また2003年フィギュアスケートの大会において卑猥な言葉を投げた観客が同じく退去させられました。どの判例も強制退去は妥当であるとの判決が出されています。つまり今回の球団の判断もまた妥当であるということです。以上。井出先生はこの問題の本質が全く分かっていらっしゃらないようだ。静かに鑑賞すべきコンサートとプロ野球を一緒にしてどうするんです。鳴り物と呼ばれる太鼓やラッパ、応援歌、思い思いに飛び交うヤジや A、 それらが一体となって試合を盛り上げるのがプロ野球です。いわば観客もまたプレイヤーであり表現者なのです。表現者？表現を暴力的に制圧することは何人にも許されるものではありません。それは取りもなさず憲法21条、表現の自由の侵害に他ならない。憲法？球団のやったことは憲法違反です。日本国憲法を踏みにじる行為そのものです。このように今回のような問題において憲法21条表現の自由が争点になった例はなく、またヤジの多くが社会的相当性を有していない以上、たとえ表現の自由の保護があったとしても退去することを受任するべきだと主張します。以上。というようなことが問題なのではなく、あくまでも望月さんのヤジが周囲を不快にしていたのか、試合の妨げになっていたのかが重要なんです。ゲッツファン塚本雄一さんの証言、望月さんのヤジは過激で下品だが、あれが試合を盛り上げていたのも事実。町田充さん、望月さんのヤジが聞けなくなって寂しい。長谷川さとみさん、望月さんのいない球場なんてミッキーのいないディズニーランドのようなもの。千葉拓也さん、入場料の半分は望月さんに支払っているつもり。加藤純子さん、もはや試合を見に行く理由はない。馬鹿げてるよ、こんなのおかしい。落ち着いてください。裁判長、井出先生はまだお若い、どうか多めに見てあげてください。若い目を摘まないであげてほしいのです。思いっきり積んでる。背番号30、川村健吾、右投げ左打ち内野手、和歌山商業出身、好きなタイプは平山綾。13、小泉学、右投げ右打ち投手、常盤台出身、ブログのタイトルは燃え尽きるまで。52、沼田誠二、バッテリーコーチ、ニックネームは親父、プチ自慢は円周率を30桁まで言えること。質問の意図が分かりません。彼女が選手たちをいかに愛していたのか、それを分かってほしいんです。ヤジも愛情です。叱咤激励です。彼女の愛の形なんです。望月さんは選手たちに対し母親のような気持ちであったとおっしゃっています。子供を甘やかす母親が多い昨今、厳しくしつけ、間違った時は声を荒げて怒鳴る。彼女はまさに昭和の肝っ玉母さんのような存在と言えるのではないでしょうか。それはうざったく思った日もあったでしょう。勉強しろ勉強しろ勉強しろ、あまりの厳しさに反抗した時期もあったかもしれない。しかしその子が成長し立派に成功した時、こう思うんです。お母さんのおかげで今の僕があるのだと。実際多くの選手が彼女に対しそのような気持ちを抱いているんです。球団は誤った判断をし彼女をスタジアムから排除しました。これは彼女から我が子を愛する気持ちを奪ってしまっただけではありません、選手たちからその母親を奪ってしまったも同然なのです。いつか彼女の心の傷が癒え、再びスタジアムに足を運び、愛する我が子たちに温かくも厳しいヤジを浴びせかけられる日が訪れることを祈ってやみません。東京ゲッツさんにはぜひその手助けをしていただきたい、そう願うばかりです。お疲れ様です。どうでした？まあ1000万だよ、1000万、ざまみろ、ちょっと泣いたらコロッとね。カットカットカット、望月さん今のはちょっと良くないな、出てくるところから取り直しましょう。え、ちょっと何、次なんて言えばいいの。黙ってるし黙って。